スクリーン使う橋本もここは粘り強い守備、ブバに入った、すぐさま寄ってくるんですが決めます。ジョンズ上を通してリバウンド、ここは取ったテーブス、いい思いで、ここは2人のプレッシャーよく外しました。テーブス突き乗って今度はパス、ラベナフリーでスリーポイントシュート。やはりプレータイムがねそんなに恵まれないっていうところはあるんですけども、こういうのちょっとワクワクしますよね、はい、さあラベナが来た、中から入っていきました。ジョンズ中クッパー、キバラベナスリーポイントシュート。なんとか点差を詰めたい石が、残り時間は厳しい状況ですが1点でも取りたい。ラベナパス、フリー作って杉浦優勢、リバウンドをここはラベナが取った。ラベナ冷静にツーポイントシュート、ここは落ち着いています。強く当たっていってラベナ、まだ行きます。ラベナが最後持っていった。自らここは杉浦パス、もう一度パス回していってキーパー、ラベナスリーポイント、よくボール回りました。スリーフェイク飛ばして中に入ってくる、そこからちょっとパスがずれました。狙ってたキーパーラベナ、キーパーラベナ走る、飛ばしてからも落ち着いてツーポイント。いいですね、冷静です。大阪は少しプレッシャーもかけたいところですが、逆に滋賀は時間を使って確実に得点を取りたい。ラベナ中にアタック、ラベナ空いていました。ラマスの山口がよく手を出している、体を寄せながら決めてきました。うまいですね。元北海道田島朝日からジェイコブセンへ、そして田島、よくラモスが手を出していた。いいブロックショットがありました。勝負その勘どころを抑える選手です、キャプテンの平尾。おっとラモスのスティール、ここでも行った。さあアウトナンバーになっている、ショーン・ロングを使った。ラモスです。山口がつくが、ラモスのアタック押し込んだ。ロングからラモスのペリメーターからのショット決めた。ラモス打つのか打たない、ラモス少しジェイルしてからバンショットを決めました。ラモスは2ポイントの確率今日は高いですね。高いです。寺島はどうする、スキップパス、フニュー3、いい反応ですね、決めてきました。山内、ラベナ、キックス、そしてこのラベナのフローターになっています。こういうシーンがボールのところに手が出ますからね。中に入れてくる、決まりました、来ました。ラベナこういうプレーですね、寺島さん言っていたの、はい、ただちょっと前が空いて中に入ってきたラベナ、振り返って決めていきます。前これもうまいですよ、はい、ここ持っていく、わあナイスです。走っているラベナが自ら持っていった。さあ徐々に攻撃です、同点のチャンス。ラベナ2ポイントシュート決まった、同点です。でもリバウンド取れるんですよね、昨日も11本のオフェンスリバウンドがありました、はい、3円です。ラベナこれはうまい、決めた。もう昨日1点しか取れてないので今日はまあ絶対点数取ろうという思いがあると思いますけ ど、 なるほど、そういう中で、あー、まあ、うまい、これは、はい、ラベナが裏を取りました。ガードは篠山です。この第4クォーター川崎、松田もいる中で能見もいますが、さあここでラベナが決めまして、ラベナがずっとボール持ってファールもらえたフリースローが自分だぐらいの気持ちで全部いきますよね。ですよね、ラベナ決めました、ね、こういうのがラベナですから。熊本はベンチスタートのメンバーが出てきても本当に強度が衰えないんですよね。サバーグが外に振ってアダムスのスリーだ、射抜いてみせました、ルーズベルト・アダムス。トーシェリフです。さあブラント早めに送ってアダムス、エンドワン、アダムス残す、これがアダムスの持ち味、オフェンスリバウンド、そしてデッドローからリバースレイアップ、ルーズベルト・アダムス。ただ谷口がしっかりマークしています。さあ久岡コーナーのアダムス、キャッチアンドスリー、倒れ込みながら決めたアダムス。ここは激しいディフェンス、この球そこでボールが乱れて香川ボールになった。財原からアダムス飛び込んだ。さあ久岡
トップのジャイハラボールをつないで小坂アダムスとつないでスリーポイントシュートだ。ルーズベルトアダムスのスリーポイントシュート。日本人ビッグマンの菅沢が盛り上げます。まあもう今日この時間帯は総セリフも一旦ベンチに下げている時間です。さあアダムスカットイン、何度となくこのようにゴール下にアタックを見せます。アダムス、菅沢もすでに今日のプレータイム20分に迫っています。アダムスアタックダブルクラッチ、軽やかに飛んだ。さあ香川が5点リード、トップの位置伊集、左ウイングからアダムスのスリーだー、乗っています。ノリノリルーズベルトアダムス。半年後から阿部、阿部からスローター、押し込んでいきました。スローター、おっとこのイージーバスケットを落としてしまいました。白戸からスローター、バスケットカウント。今のシーンです。白戸からスローター、そしてここでムボジがファール。中田からジョーダン・グリーン、ジョーダン・グリーンからスローター決まった。すぐに攻撃を転じていくのがこの速攻が武器の長崎高平、ドライブが特徴。外キックアウト、パスを回してジョーダン・ヘリング、中にドライブ入ってくる、空いていました。アギラールが抑えます。またヘリングドライブ入ってくる、この選手何でもできるんです。ここからスリーポイント、リバウンドがアギラールです。フリーナーに取ってほしいというようなシュートになりましたが、ここは長崎が抑える。そして今度はヘリングスリーポイントだ。張又へ小針に戻す、星野とのマッチアップですが、ドライブ仕掛けるか、いやまだ持っている長崎、ヘリングは2本目のスリーポイントになります。再び7点差、アギラールバスケットカウント。苦しい体勢、リバウンドは長崎、アギラール失礼、ヘディング、これが決まります。今日は1本目、外に振ったエクストラパスでギブス、スリーポイント、ナイスパス、ヘディングから最後はアギラールです。ヘディングドライブで入ってくるか、クリーナーが前に立ちはだかるが、はい、緩急をつけたドライブ、はいですね。外に振った、なんというフェイク、高平の得点、スリーポイント、強行得点。この最小失点の更新というところも可能性が残されています。第4クォーター最初の得点はヘディングです。三鷹のピックを使って外のヘリングへ3です。もう1回、最後はボンズ、得点を追え歩みを進めます。中に侵入、自分でドライブ、最後リバウンドは長崎が取った。ちょっと痛めましたね。ヘリングです。クリーナーがちょっと足を痛めているか。